さあ畳みかけていきたいファイターズ。うん、とこれはソラス間に中田翔は悠々とサード、そしてホームも狙えるぞ。さあホーム狙ってきてバックホーム、はこれはタッチセーフになりました。平井はリクエストを要求。さあ4点目は入りましたファイターズです。森のフェイスマスクに当たってしまってイレギュラーに大きく跳ね返って、でこのシーンですが、あたたたたた、どうですか。これはでも審判の方一番近くで見てるのでね、指が下くぐってるかどうかですよね。ここですよね。あとと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 、うわー、土が相当舞ってますが、ちょっとこれはどこのカメラが見やすいかですよね。あ、この角度見やすいんじゃないですか。どうですか。おお、指入ってませんか。判定は今アウトに、失礼、セーフになってますから、それを覆すのに十分な映像必要。ただだいぶ平井のグローブも今ホームの、ま、上といいましょうか、ちょっと手前だったんですか。ここですよね。で、あと、おっとっとどうだ、下くぐってますね。くぐりましたか、さあ中田翔はセーフになりました。今日は責任審判はセカンドの佐々木氏。